札幌の人形劇団エリッコが昨年に続いて今年も下川に公演で訪れ、子どもたちが楽しめるストーリーを見せてくれました。この日は午前と午後に分かれての公演となり、午前中は主に子ども園に通う子どもたちが人形劇を楽しみました。午後1時半からの公演はお母さんなどと一緒に小学生が会場のハピネス大広間で人形劇を楽しみました。会場入り口では小学生がこの日の公演を見に来た人から入場料を受け取るなど、手分けして大人の手伝いをしていました。物語は40分ほど続き、劇団エリッコの2人が操る人形の動きとシーンに合わせて声色を変えていく物語の流れに、子どもたちは釘付けになっていました。公演が終わると会場の子どもたちと劇団エリッコとの記念撮影があり、それが終わると先ほどまで操られていた人形のそばに寄って興味深そうにいろいろ質問していました。大人たちも舞台の裏側で劇団のリーダーが説明する人形セットのことについて熱心に耳を傾けていました。今日の人形劇について子どもたちは、今の人形劇どうでした？楽しかった。今の人形劇どうでした？楽しかった。物語全部わかった？なんとなくわかった。会場のロビーには今日の人形劇の感想を書いてもらうボードが置かれ、それに感想を書き込む子どもの姿も見られました。子どもたちの多くはこの時期楽しみにしているもみの木クリスマス会が9日行われ、一足早くクリスマス気分を味わっていました。対象は小学生から中学生までですが、参加した子どものほとんどが小学生、やはり中学生になると足もやや遠のくようです。会の運営には子どものお母さんたちもボランティアで多く参加していました。会場の前方にはクリスマスツリーが飾られ、時間が来るとカウントダウンして点灯式が行われました。お菓子の入った袋がテーブルの上に置かれ、席に着いた子どもたちはそれぞれが自分の前の袋を開けて中身を確かめていました。森の妖精シモリンが登場して、ゲーム形式のシモリンクイズが始まり、丸か×で正解を決めていきます。子どもたちはテーブルにいる仲間と相談して回答を決め答えを出しますが、難しい問題もあってみんな頭をひねっていました。一番多く正解を出した中学生たちは全員でシモリンと一緒に記念撮影ができることになっており、写真はプリントされて後日それぞれの子どもに渡されました。会のハイライトは金額の上限が決められたプレゼントを持参した子どもたちが会場を取り囲むようにエンジンを作って、合図とともに一斉に隣の人に手渡します。それを何度か続け、ストップの合図で手元にあるプレゼントはこの日のプレゼント交換となりました。会の最後にはサンタのおじさんからクリスマスケーキが贈られ、参加者全員が受け取って帰宅しました。下川町が協賛のスズキ自動車クリスマスパーティーが23日行われ、約200人が参加して冬の夕べを楽しみました。この種の集まりはコロナ感染で中止が続いていましたが、先日は札幌ビール会もあり、少しずつ開催する流れができつつあります。バスターミナル2階には丸テーブルがいくつも設置され、仲の良いグループや職場のグループなどがそれぞれのテーブルを囲みました。ステージに上がった町長の乾杯の温度でパーティーが始まり、テーブルに置かれた数種類のオードブルを食べながら参加者は歓談していました。クリスマスが間近なこともあり、パーティーが始まってほどなくしてサンタやトナカイに扮した町長らが
保護者と共に会場に来ていた子どもたちにプレゼントを渡していました。最初に子ども券の抽選があり、当たり番号を持っている子どもたちがステージ前に集まってプレゼントを受け取っていました。一般抽選ではアルコール6パックやお米、卵などが商品として出され、それぞれが受け取っていました。来場した人たちに今年の思い出と来年への思いを聞いてみました。今年はどんな年だった？まあいい年だった。自分個人としてはみんな人間楽しく元気でコロナにかからないように。あとは来年どんな年にしてほしいですか？ですか？来年はなんか楽しく過ごせたら嬉しいです。今年はどういう年でした？僕仕事で今年の4月に転勤してきたんですけど、やっぱ職場の人たちとすごい温かく迎え入れてくれたんで、すごい輪が広がったなっていう1年でした。はい、来年はどんな年にしたい？まあ公私ともに充実した生活を送りたいです。今年はどんな年でした？受験を頑張りました。結果はどうでした？合格です。来年はどんな年にしたい？パーティーの最後は議長の音頭で締めくくられ、今年の鈴木クリスマス会は無事終了しました。提供された商品の内容にやや寂しいものが感じられましたが、物価高の世相を反映していたのかもしれません。下りを怖がらないで下れたことが良かったと思います。クロスカントリー何年やってるの？6年か7年です。怖いです。どこが？下りが強かったです。今日のコンディションどうでした？コンディション、まあまあって感じ。うまく走れた？あまり、個人的にはあまりいい走りができなかった。
Let's take it slow, fill up our tank. Try to forget yesterday. The weather's hot, the beer's ice cold. Tie that tube up to that boat. Pack the Yeti, rally up your friends. Find some water, jump on in. Then let's go, go, go and play. Soak that sun up on that lake. Feeling good on a Sunday, fun day. Let's go, go, get carried away. Grab a drink, time to party. Feeling good on a Sunday, fun day. Raise your cup, leave your worries behind. Recharge your soul and forget about life for a while. Let the chips fall forward.最後までよく頑張りましたね、うん、途中大変なとこたくさんあった、うん、どこが大変だった、降りるときとか登るとき。でもみんなチームメートが応援してくれたね、うん、励みになった。はい。あ、そっか。このコンバインドのいいところは下りが上手い人はグラウンド一周で一気に抜けるので、そこを頑張れば上位に上がれるってところがいいと思います。下川に住んでるからこのスキー場のことは慣れてるだろうけど、はい、どうですか、それはすごく有利に働いてます。今年雪降るのが遅かったのであんまり練習できてないので、あんま有利じゃなかったかなって思います。全線218番、桑原拓也さん、留萌自衛隊。
人のジャンプ台はすごく難しい台です、はい、今日最長不倒を飛べたその理由はどんなところですか。まあ風が良かったのと、まあ緊張せずに飛べたのかな。雪がいっぱい降るから札幌よりも雪質がいいっていうかで飛びやすくて、ちっちゃいジャンプ台とかいっぱいジャンプ台があるのでスキルみたいなのが楽しいです。優しくてちっちゃい子とかにも名前覚えて優しくできる選手になります。